と待ってこれね先輩の目線じゃなくて私の目線撮った方がいいわ。待ってそれ見ながらやってもらって、はい、ちょっと潜入しましょう。クッキーさんまず南先生はい、じゃあ見えるものですね。これですね、まずこれ玄関とは思えないですね。まずねここにね先輩の靴が置いてありますけれどもね、やばいですね。これがいただいたっていうあの例のまあこうすごいめちゃくちゃありますねこれね。はい、じゃあちょっとこれ土足本当に以上でスリッパさっき買ってきたスリッパすぐこんなに早くスリッパを使うタイミングが来ると思いませんでした私は。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすぐにですね靴ってどこに置けばいいのこれ玄関に置けないんだ。土足説あるのではそれ切らないといけない。大丈夫大丈夫、手で切る。手で切ったよもう。そうだって本当にカバンやっぱ置いてこなきゃいけなかったんじゃない。ちょっと待って、やばいな。ちょっとまず靴置く場所がないっす靴置きますね無理やり。ほらもうまず収まらないですからねこれ。ほらね収まらないです。はい、玄関の定義を忘れるよ、ね、私のいい街の靴の上を置いていいよ、はい、これちょっと無理やり閉めてください。はい、はい、じゃあ失礼しまーす。はい、やばいっす。はい、ちょっと待ってくださいね。やべえねえ、どうなってんのマジで。やばやば、これ本当にちょっと待って、全然部屋入れねえ。アトラクションじゃん、やばい。これアイロン台ありますねこれね。アイロン台、はいはい。私どうやって伊達さんを追い抜こうかな。追い抜こうあのね、すでに中のカメラ実はセッティングしたセッティングしたってすぐ動かしたい。レッグボタンをね押したい。なるほど、じゃあ私がレッグボタンを押しに行きましょう。あ、待って、ダメ、部屋先に見ちゃったらほら。ああ、そういうことね。クッキーさん頑張って乗り越えてもらって。ちょっと待って、やっぱり臭い。ちょっと待って早く待って、だって足元にあなたやめて。だってちょっとそっちからそっち行くのダメ、そっち行くのダメ。まず順番に行こう、順番に行こう。このストッキあとなんかこのなんかよくわかんないペーパーみたいな。やばい、あれやこの家。はい、これ先輩が脱いだ後ですねこれね。そしてここに靴あります。靴これですね、どこかっていうとね、洗面所なんですよ。洗面所、何そこにさ、絶対使わないやろ。絶対使わない。はい、いや、枕にもありますね。やばいですね。やばいわ、想像以上だったわマジで。はいはい、これはあっちじゃあ入りますね。なんか私たち一切映ってないやん。映ってないです。いや十分です。早速20円落ちてんだけど。おい20円ですはいはい、これリビング。扉開く。うわー、やべえマジで。はい、120円ゲット、おめでとう。ありがとう。でもね、めっちゃこれちょっと待って、マジでこれ120円なんだけど何これ120円なの。小銭の一切持っていない。何これ、だって土に帰ろうとしてんじゃんこれさ、私歴史の教科書で見たことあるこういうの嘘だな。マジでやばいな。ちょっと待って、一通り一回ツッコミ終わってから片付けしよう。ちょっと待ってでさ、毎度のことだからペットボトルなんでこんな大量にあるの。ペットボトルやばいね。毎晩飲んだくれてる人。いや本当完全にある。あ、そう分かった、これだぞクッキーさん、これだ。貯金する意思のあるないのこれだ。これですわ。これ貯金し、この辺は多分貯金する意思があるもん。ないもんね。ねえ、これさ、ヌーブラのさカップの中にじゃあさ、ミス使うんだからさ。ヌーブラのカップの中に意思をなくしたお金たち。どういうこと？ちょっと待って、私マジでね今追いついてない。待って、やばい。カメラを変える？カメラ変えましょう。そっちの方が広角だから。本当。一回ちょっと侵入するすぎないです。ちょっとじゃあこれがあれ、これは美しい美里、そして汚い部屋、そして汚い部屋。うわー、寝室はですね、まあベッドがここにもう一個あったんで、もう一個なんだ、へばりついた。それはね後で回収しようね。